セゲドは、ハンガリー南部に位置する都市。2014年当時、の人口は約16万2000人。ハンガリー大平原南部最大の都市で、チョングラード県の県都に定められている。町の名前はハンガリー語で、突起、突出物を意味する、セグに由来し、ティサ川の屈曲部に立つことからこの名がついたと、考えられている。セゲドは、 ティサ川とマロシュ川の合流地点右岸の中積面に立つ。ハンガリーの首都ブダペストから南東におよそ1 6 0トル離れた場所に位置し、セルビアとの国境にも近い。町ではティサ川の氾濫によってもたらされた柔らかい土壌と日照時間が長い気候を利用してのパプリカの栽培と加工産業が行われている。セゲドは温泉地としても知られ、 地下から湧き出す光線は地元の人間に利用されている。セゲドは古代からティサ川の都化地となっていた。人類の居住は石器時代に遡り、紀元前7世紀から8世紀にはイリュリア人が住み、その後ケルト人が居住した。その後ローマ帝国の支配下に入り、5世紀にはフン族の侵入を受ける。イシュトバーニ一世の知性にセゲドは 国王直轄地となり、13世紀に都市特権を付与される。ハンガリー王国の成立後に、セゲドは、塩の集積地となり、ティサ川の水運を利用して、トランシルバニアから出荷される塩の積み下ろし、交易の中継地として繁栄した。アンドラーシュ二世の地世の百二十二年に、発行された、金色には、塩の貯蔵と出荷の中心地として、 セゲドの名前が現れている。船大工、網、袋など塩の運搬に関係する産業が発展する。一方、漁業、農業、牧畜も営まれ、木佐川から得た水産資源や馬などの家畜の取引によって、町は利益を得ていた。マーチャー主一世は、セゲドで議会を開催し、1498年に、町は王国自由都市の地位を認められた。 1543年から1686年まで、セゲドはオスマン帝国の支配下に置かれていたが、地域の中心都市の地位を保ち続ける。オスマン帝国の統治下では保護貿易制度の恩恵を受け、1719年に自由史に定められる。1848年から1849年にかけてのハンガリー独立運動では、セゲドに 臨時政府が設置された。19世紀に入って、世紀では、周辺地域での植林、幹線道路の整備、公共施設の建設が進められ、1854年には、鉄道が開通する。1879年3月に発生した、ティサ川の大洪水で5000個以上の家屋が消失し、151人が、落命した。周辺国の援助を受けて、 町は3年の間に復興し、ティサ川の治水事業が急速に進められた。第一次世界大戦後、1918年末から1921年8月まで、フランス軍、セルビア軍の占領下に置かれる。後ホルティミクローシュラ反革命派の拠点となり、1930年代には、人民主義運動、1944年から1945年には、 ハンドイツ解放運動の基地となった。第二次世界大戦後には、ソ連軍が町に駐屯した。セゲドは、農業地帯の中心地であり、野菜や果物などの農産物の集積地となっている。第二次世界大戦後に、軽工業が発達し、パプリカの加工、缶詰、食肉加工、醸造などの食品工業、繊維工業、機械工業が盛んである。 セゲドはハンガリーで初めてサラミが作られた街でもあり、ハンガリーを代表する食肉加工会社であるピック社はセゲドに本社を置いている。聖地に広場が街の中心となっており、聖地に広場から製薬協会前のドーム広場を結ぶ道路の間に観光名所が点在する。製薬協会はセゲドを代表する建物に挙げられ、 中に置かれているオルガンはヨーロッパで2番目に大きい。ドーム広場の裏側にはセルビア製教会の教会が立ち、教会にはイコンが収蔵されている。製薬教会前の広場周辺の回廊には20世紀のハンガリーの彫刻家によって制作されたハンガリー市場の偉人の彫刻やレリーフが展示されている。 青年芸術大学の学生の提案によって1933年から製薬協会前の広場で野外フェスティバルが開かれており、第二次世界大戦期の中断を経てフェスティバルは続けられている。夏季にフェスティバルは開催され、国内外の劇団によって演劇、オペラ、民族舞踏が上演されている。セゲドは大学都市としても知られており、 大学の他に教育機関、文化施設も整備されている。大聖堂とその広場を囲むようにして、校舎の立ち並ぶ、セゲド大学は1872年に、フランツ・ヨーゼフ一世により創立され、1937年に、ノーベル生理学、医学賞を受賞した、セントイコール・ジェルジアルベルトが学長を務めた。コロシュバール大学は1920年代の、 戦領期に設立された医療教育病院を前身とする。清朝に広場の東の教育文化会館には19世紀後半から20世紀前半にかけて活躍したハンガリーの芸術家の作品が展示されているほか、セゲド出身の作家モーラ、フェレンツの博物館も併設されている。セゲドはブダペスト、ケチケメートと鉄道、 長距離バスで結ばれている。ありがとうございます。